2019年8月25日、ひたちなか市ひたちなか市民球場で行われた茨城アストロプラネッツ対埼玉武蔵ヒートベアーズ第3回戦。この日はノーブルホームデーということで、冠スポンサーのノーブルホーム様もブースを出展。たくさんのちびっ子たちが集まり、ブースも大盛り上がりです。さらにジャフのブースにはストラックアウトが出現。また子ども免許証の発行も行っていました。ん？何やら怪しい姿が。埼玉の応援でエンビーが来てくれていました。しかし自由ですね。そうですね、あの昨日もね、やっと待望のね、1本が出て一周しただけで、ぜひ頑張っていきます。本日の先発、小沼選手は頑張ります。完封して、勝利投手もらって、で、ホームラン持ってば20万円とかトーナメントします。そんなチームの中で一人、ブルペンで投げ込む姿が、なんと鴨志田ピッチングコーチです。そうなんです、この試合のオープニングイベントで一般公募で選ばれたファンとの1打席対決という夢の企画が、そのために調整していたんですね。結構意外と緊張します。5年ぶりですかね。さらにこの企画ではお客様にも勝者予想をしてもらい、的中した方の中から抽選で10名にノーブルホーム様よりプレゼントが贈られます。その相手がこちらの大竹さん。小学校から野球を始め、大学までプレーしていた強者です。それではプレーボールです。鴨志田投手コーチ、今祈りを捧げてました。ほらー、という人たちが皆さん僕を見れております。遊べるよ。さあ、2球目。打ち上げた打球はそのまま鴨志田コーチがキャッチ。見事に勝利をつかみました。来てましたね。現役復帰してもいいんじゃないかな。現役復帰の予定は、じゃあ検討してみましょう。そしてサインボール投げ込みにエスコートキッズ。今回はノーブルホームカップに出場してくれた学童野球チームのお子さんたちが参加してくれました。さらに始球式ではノーブルホームのマスコットノブルンが応援に駆けつけてくれました。その始球式にはノーブルホーム佐々木部長が見事な投球を披露してくれました。茨城後期ここまでの戦績は6勝20敗に分け、現在4連敗中ですが、 MVP& 勝利を目指しゴーゴープラネッツ。先発の小沼選手ですが、立ち上がりからピリッとしません。ノーアウト3塁2塁とピンチを迎えてしまいます。3番打者にはセンター前へ運ばれ、早くも1点を失います。さらにファーストゴロから飛び出した三塁ランナーを刺すためバックホームへ。ランナーを挟みアウトかと思いきや、内野の連携ミスで2アウト満塁とピンチが広がってしまいます。続く打者にはセンター前へ運ばれますが、片岡選手がキャッチし2アウト。さらに三塁ランナーを挟み連携がうまくはまり3アウト。小沼選手バックにも助けられ最少失点で乗り切ります。2回は三者凡退に抑えますが、続く3回にもピンチを背負います。ヒットとツーベースでワンアウト三塁二塁とされ、続く打者にはライト前へヒットを打たれ、ランナー2人が帰り0対3に。なんとか小沼選手を援護したい打線ですが、4回裏3番上杉選手、5番寺島選手とヒットでワンアウト2塁1塁とチャンスを作ります。しかし後続の鴨志田選手は三振。加藤選手も粘りますが、センターフライで3アウト。
5回表ワンアウト二塁から連続ツーベースで3点が追加され0対6に。それでも最後の打者は三振で抑え、小沼選手5回6失点でマウンドを降ります。5回裏のイベントでは学童野球チーム対抗のトスバッティングリレーが行われました。各ランナーは備品を次のランナーに渡し、アンカーがトスバッティングを成功させ、監督と一緒にゴールをするまでを競ってもらいました。見事に優勝したのは那珂湊スポーツ少年団でした。優勝商品としてノーブルホーム様よりアイスクリーム券が贈られました。試合は6回表2番手久保選手がマウンドへ。連続三振を奪うピッチングで三者凡退に抑えます。その裏、茨城アストロプラネッツの攻撃はツーアウトながら4番丸本選手がレフトへヒット。さらに5番寺島選手もレフト前へヒット。ここで6番鴨志田選手に代わって代打笹島選手、センター前へヒット。これで3連続ヒットとつなぎツーアウト満塁とします。そして迎えるは7番加藤選手。しかし三振に倒れ得点ならず。それでも0対7で迎えた9回、2アウト2塁1塁とチャンスを作り、打席に立つのは3番上杉選手。センター前ヒットで一気に2塁ランナーの小野瀬選手がホームに生還、1点を返します。しかし攻撃もここまで。5番寺島選手がキャッチャーファールフライでゲームセット。これで引き分けを挟み5連敗となってしまいました。ゲーム後は茨城アストロプラネッツの選手たちが直接指導する野球教室が行われ、およそ60人の子どもたちへ野球の基礎指導を行いました。学童野球チームの皆さん、ご協力ありがとうございました。8月29日から31日までは埼玉武蔵ヒートベアーズとの3連戦、1、2戦はビジターへ乗り込んでのゲーム、そして3戦目は茨城に戻ってのホームゲームとなります。8月29日に行われたビジターでの第4回戦は1対8で敗戦。続く8月30日の第5回戦も1対10と大敗に。これで埼玉武蔵戦は3連敗、チームの連敗も引き分けを挟んで7連敗。翌8月31日、神栖市の神栖市海浜運動公園野球場、埼玉武蔵戦の今シーズン最終戦。またここ神栖市では初開催ということで、神栖市のマスコット神栖ココくんも駆けつけてくれました。さらに楠木選手の出身地ということもあり、地元メディアの取材対応に追われていました。オープニングイベントではスピード決定戦が行われ、盛り上がりを見せました。エスコートキッズにサインボール投げ込み、地元のお子さんたちの協力のもと選手と守備位置へ。始球式には神栖ココくんの応援する横で石田市長が見事な投球を見せてくれました。リベンジ&連敗脱出目指し、ゴーゴープラネッツ。先発はチームの勝ち頭ひとみ選手。1番打者はショートゴロ、2番打者はセンターフライ、3番打者は三振で仕留め、連敗脱出を予感させる上々な滑り出し。さらに楠木選手も見せてくれました。2回ワンアウトランナー1塁から5球目でした。
セカンドめがけてクスノキキャノンが炸裂。人見選手を盛り立てます。その後も人見選手は要所で三振を取るなど好投を続け、スコアボードにゼロを並べていきます。一方打線は相手ピッチャーをなかなか捉えることができないまま5回裏、7番鴨志田選手がチーム初ヒットをレフト前へ。続くバッターは大声援に迎えられ、打席に立つのは楠木選手。しかしここは外の変化球にバットが空を切り三振。5回裏のイベントタイムではちびっこフライ選手権が行われ、アストロマンのフライノックをキャッチできたらプレゼントがもらえる企画なんですが、肝心のアストロマンのノックが結局手で投げる始末。皆さん球場を盛り上げてくれました。そしてゲームが動いたのは7回表でした。ここまで好投を続けるひとみ選手でしたが、ワンアウトから連続ヒットを打たれ三塁一塁とピンチを迎えます。続くバッターが、ひとみ選手が必死にバックホームするも審判はセーフ。埼玉武蔵ヒートベアーズに先制を許します。その後満塁となり、三塁ランナーが生還し0対2に。最後は三振に抑えますが、ひとみ選手は7回2失点で降板。その後も茨城アストロプラネッツ打線は埼玉武蔵のピッチャー陣に抑え込まれ、上杉選手が三振に倒れゲームセット。地元開催で期待されていた楠木選手は、楠木さん出てきたら大拍手しましたよ。まあ神すいったら僕らめっちゃ楽しかったですけど、バッティングの時にめっちゃ気持ちで切り替えて明日も試合あるんで、このまま最後は地元少年野球チームをお招きして選手が野球教室を行いました。神栖市の皆さん、来シーズンも応援よろしくお願いします。後期ここまでの戦績は6勝24敗2分け、連敗も引き分けを挟み8連敗に。ホーム戦も残り2試合、勝利目指してゴーゴープラネッツ。この番組はノーブルホーム、ビッグマーチ、筑波記念病院、茨城プラネッツ福祉センターの提供でお送りいたしました。